はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回は柳生さんが強化されたということで性能解説をしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。この子ね、宝具が強化されましたということで見ていきましょう。宝具に関して、自身に無敵貫通状態付与が追加され、攻撃力が強化され、アーツ攻撃耐性3ターンダウンが追加されたという感じです。強いいや、あのね、強いですこれ。で、何が強いかっていうと、アーツ攻撃耐性ダウンもそうなんだけど、無敵貫通、これがね、俺個人的にえぐいって思ってます。で、アーツ宝具のキャラクターって基本宝具連発していくんですよ。そうなった時にやっぱり相手が無敵とか張ってくると、うわめんどくせえってなる場面が多いんだよね。それを無敵貫通でギミック対処することができるっていうのはシンプルに強い。プラス火力がアップしているということで、火力シンプルな火力アップ枠として使えるの。アーツ攻撃耐性3ターンダウンしてくれるんで、宝具連発もしやすくなるという、いやーこれね、いい強化かなーって個人的に思ってます。で、まあスキルに関してね、まあちょっと軽く見ていくんだけど、どちらかっていうと、柳生さんに関しては1ターンで全力をかけるタイプのキャラクターです。持続的に高火力を出すというわけではないんですが、まあこの子普通にアーツ攻撃耐性ダウンが入るならば、いや別に1ターンだろうがなんだろうが、まあ特に第3スキルの NP 獲得量アップですね、これわざわざね第1スキル切っているタイミングで使う必要ないんで、まあ第1、第2使って次のターン宝具連発したいから第3切っとこうっていう運用方法もあって、まあ宝具回転率も上げやすくなる、プラス火力も2ターン目にポンって出すことができるということで、柳生さん普通にいい強化じゃん。シンプルがゆえにいいなって個人的に思っております。まあ無敵貫通に対処できるギミック、高難易度かな、周回で使う場面はあんまりないかもしれないんだけど、高難易度で使いやすくなったキャラクターって思ってもらえればいいかなと思います。ということで早速柳生さん運用していこうかなと思います。やっていきましょう。はい、ということで、今回挑む場所に関してはキアラさんとなっております。いつも通りですね、本当にお世話になります。本当にね、あれ普通に宝具連発しようと思った時にどこが楽かって言われるとここなんですよ。もうこれ以外にちょっとお手軽な高難易度出してほしい。もしくはね、あの敵の編成とか決めてさ、こんな感じで行ってますみたいなできたらいいなって思ってるんですが、多分そんなのはできない。はい、ということで、普通にやっていこうかなと思うんですが、まあ一旦目ちょっとね、宝具回転というか NP チャージ足りないということで、まあ、ここに関して1ターン目は Q チェインとかしながら NP 回収していきましょう。はい、とりあえずね NP 回収が大事なのでやっておきます。24% なので、ここねとりあえず柳生さんに1回でも攻撃が来たから大丈夫だ。 OK、でバスター耐性ダウン、あ別に大丈夫です。でおー、これはねーアーツが1枚もないっていうのがねくせ者なんですが、まあとりあえずアーツ性能を上げて、宝具回転率を上げて、アーツ性能を1回アップはちょっと抜いといて、こっち入れようかな。攻撃力大ダウン、NP 獲得量アップ、これでちょっと宝具上がってほしいなっていうのも込みで、ぶん殴っていきましょう。で、これでいいかな。あ、けどそう考えると、バスター性能アップダウンしてるから、NP 回収率そんな高くないんだよなって思いながら殴ります。で次のターンね、できたらねクリティカルでドーンとかやりたかったんですが、できなさそうな気がするんだけど、まあ、まず普通のアーツの火力これぐらい出るよっていうのを見てもらおうかなと思います。はい、当倍でなんですが、いやいい火力出るね、普通に20万出てる。あー、まあマスターのクリティカルが出ないのはもうしゃあない、諦めます。けどこのバフだけでプーリンのバフ入ってないんですよ。なしで20万出てるっていうのは普通に強えってなるし、あはー、アーツ攻撃耐性ダウンが入ってしまうとね、ちょっとやだなって感じがするんですが、あーあ、そういえばこれ解除できるんだよな。解除できるからここで解除して、オーダーチェンジして
ウィリアムテール、第2スキル切ることによって、あ、違うわ、第1スキル切ることによってスターめっちゃ獲得してくれます。お、いいですね。で、第1スキル切ってスター集中度アップ、第2スキル切って、攻撃力アップ、クリー力アップ、第3スキル使って最大 HP アップ、完璧で、決戦強化して、僕セイバー確かやってなかったんで、普通にレイジ切ります。はい、本来だとね切らない方が良かったりとかするんですが、まあ、クリティカルで運用するのもいいんだけど、アーツのねやつ見てほしいっていうのがあるんで、あえてこちらにやります。はい、でここに関してさっきね、どれぐらいの火力出てた、20万ぐらいの火力が出てたんですが、ちゃんと全バフすることによって火力に関してはアーツ攻撃耐性ダウンと合わせて、2倍以上になる。すっげーね。でアーツ見てください、オーバーキル込みなんですが 250% まで溜まっております。溜まりすぎ溜まりすぎ。アーツはヤギウさん1枚あればいいということで、そこ考慮した時にあれだね、本当にヤギウさんアーツバフちょっともらって第1第2切ってバンってやってあげるだけで超高火力出るから、結構おすすめだったりするんだよね。で相手ね、アーツ攻撃耐性ダウンがねずっと入ってるということで、まあちょっと今回宝具2連発という形なんですが、はい、切ってあげると宝具の火力が34万。おお、結構いいですね。でオーバーキル合わせて、まあバスター9のマイティなんですが、あー 64% まで溜まってるんで悪くないですねって感じで、宝具回転率ちゃんと上げながら敵をぶん殴ることができるということで、割とおすすめです。で攻撃力ダウンしているんで、まあある程度ね攻撃耐えてくれたりとかするんですが、やっぱり敵攻撃力アップとか入ってしまうとちょっとしんどいっていう形になるから、そこだけが注意必要かなと思います。ただシンプルにね、やっぱ野球さん超高火力出るようになったし、無敵貫通でギミック対策できるし、防具連発すればするほど敵の攻撃力を下げつつアーツ攻撃耐性ダウンさせて、こっちの防具回転率は上げることができるっていう、結構ねお化け性能になっているんで、アーツ1枚うまいこと活かしながら防具連発していけば、野球さんに関してめっちゃ強いと思ってもらえればいいかなと思います。まあアーツ攻撃耐性ダウンがまあ圧倒的にね、あの高難易度で使うよねっていう前提になってるから、周回等で使うってなると、まあ無敵持ってる敵に使えるかなぐらい、レイド戦でワンチャン使えるかなぐらいとなってるんで、まあそこに関してはうまいことちょっと運用してもらえたらいいんじゃないかなと思います。ただギミック対処できた、宝具の火力が上がった、宝具連発する上でも火力が上がる、この強化はねシンプルに強いということで、ヤギウさんまだ持ってないよっていう方は今回ピックアップされております。かつストーリー限定のキャラクターです。聞いて損はないキャラクターとなっておりますので、もし気になる方はね狙ってみるといいかもしれないです。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.